はい、こんにちは。進化論を信じている愚かな方へメッセージです。まあ、愚かな方へっていうのはちょっと言い過ぎですけども、進化論を信じている方がね、もしいるんだったらこういうことを考えたことがありますかっていうことなんですよ。もちろんこれは創造論を押してくださいってことじゃなくて、何かを信じるというかね、何かに思考を張り巡らせるってことは、そういう場合じゃなくてこれはどうなるんだってことがね、やっぱりこう想像できてこそなのかなと思うんですよ。じゃあ課題出しますけども、まあ、人間は猿からね、枝分かれして進化した。要するに猿よりも知能が上だっていうんだったら、なぜ人間は猿語が理解できないんですかね。その知的レベルの低い動物の言語っていうのは簡単に理解できるはずなのに、誰一人分からないんですよ。ってことは猿の進化レベルも人間の進化レベルも、まああんまり変わんないのかなと。そればかりか人間は人間の言語ですらね、理解できないわけですよね。例えばもう国が違ったらもう分かんない、民族が違ったらもう分かんないとか、いやひどい時にはね、同じ言語同士でも理解し合ってないんですよ。だから何と言いますかね、まあ、人間はそんなに賢くないのかなと思いますよね。だからここがね、私のね、自己否定論の根底にあるんですけども、まあ、昔ね、昔といってもそんなに昔ではないんですけども、私介護士を十数年ほどやってまして、で思ったことがあるんですけども、知的障害の男の子とか女の子とかってものすごくね、付き合いやすいというか、まあ、嘘がないんですよね。だから誤解も起きないんですよ。表現したことそのまま受け止めればいいし、こちらが表現したことはそのまま受け取ってくれるし、ものすごくね、私はね、付き合いやすいなと思ったんですけど、何が付き合いにくいかっていうと、まあ言語を話す人間ですね。嘘をつくし、勘違いするし、言いくるめようとすると、で見苦しい言い訳もするんで、はっきり言ってどっちがね、どっちがどっちなんだと思いますよね。で私たちは正直な人も疑って、疑うべき人を信じてしまうっていう、そういうね、受け取り手のプロセスもあるわけなんですよ。さあそこで、セルフバックですよね。セルフバックをやった時にどういうふうに考えるかってこと、これセルフバックがこんなの儲かんないよって思う人はあんまりいないと思うんですけども、じゃあね、セルフバックやったら儲かるじゃんと思うのに、やらないのはどういう思考に基づいたものなのかなと思うんですよ。それでそのセルフバックをね、踏み抜けて、まあ無視してですね、他のもっと儲かりそうのない現実にトライするこの人の思考っていうのはね、なかなか面白いなと。だからいわゆるね、もともとそういう人間として作られたんじゃないかなと思うんですよ。賢い選択をしないようにプログラミングされたわけなんですよね。で人間が進化してるとしたら、多分こんなことにはなってないんですよ。まあそういうことを考えるとね、なかなか面白いなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。では今回は進化論の話をこの辺までにしておきましょうかね。